しぶりにファミュのフラワーインフューズドファインマスクをしようと思います。カメリアの花びらのマスクです。エイプリルスキンさんから素敵なプレゼントが届きました。以前もお仕事でお世話になったブランドさんなんですけれども、こちらがカレンデュラのスキンケアセットだそうです。カレンデュラは鎮静効果が高いので、いろいろ使ってみたいななんて思ってたところだったので、すごく嬉しいです。で、どんなものが届いたかというと、こちらはカレンデュラの花びらが入ったパックらしくて、ファミュのフラワーインフューズドファインマスクみたいな感じかなというふうにちょっと予想しております。使うの楽しみですね。それからこれは、クレンジングフォームですね。あ、そうだ、これはね、泡なんだけど、洗顔料で泡立てるタイプなんだけど、それでクレンジングもできちゃうっていうアイテムらしいので、私の普段のメイクがこれで落ちるかも、ちょっと試したいと思います。で、おそらくこのハケがパック用のハケですね。そして、あ、こちらがシートマスクかな。多分一番私のスキンケアに取り入れやすいそうなアイテムですね。使うの楽しみ。パック大好きです。そしてこれはピーリングパッドということで、拭き取り用の化粧水ですね。スキンケアの一番最初に拭き取ると多分浸透も良くなって角質も整うって感じのアイテムかなと思います。最後に、こちらが、エッセンス、美容液だね。カレンデュラの美容液は使ったことないので、どんな感じなのかすごく楽しみ。全ラインナップこんな感じです。ちょっと使ってみていいものあったらまた紹介しますね。
今日はこのヘアアレンジのままお出かけしようと思います。ヘアアレンジの詳しいプロセスはインスタグラムの方をご覧ください。リンク概要欄の方に貼っておきます。では行ってきます。結構 しっかりずっしりありそう。最近夜にケーキを食べがちです。太らないように気をつけます。